はい、こんにちは、本田です。今回ですね、埼玉県まで来させていただいております。カメラの前ですね、映っていらっしゃいますのが埼玉県の上尾市で工務店をされております佐藤工務店の佐藤さんになります。今日はすいません、どうもお忙しいところこんにちは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回、ご夫婦という形でお二人のお客様のご案内をしているということで、ご夫婦でちょっとご案内をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、こちら後ろちょっと映っているのがですね、モデルハウスという形でよろしいんですかね。こちらのモデルハウスのルームツアーという形でちょっと中をご案内していただけるということで、よろしくお願いいたします。はい、さあこちらちょっとまずですね、中を見させていただく前に、築年数でたら何年ぐらいになるんですかね。ちょうど10年10年経って11年目に入っております。なるほど、はい。外装は何を使っていらっしゃるんですか。これ乾式のレンガですね。レンガで、オーストラリアから輸入したものを乾式で貼っております、はい、なるほど、はい。今でもレンガをよく使われるんですか。そうですね、はいはいはい、基本的にはまあレンガを推奨してるんですけど、ほうほうほう、はい、なるほど。レンガを推奨してるのは何か理由があるんですか。やっぱり耐久性ですね。メンテナンスフリーで、はい、基本的に我々ちょっといろいろ見ていったら100年ぐらいは、はい、まあ、軽く持ってしまうと。そうですね、やっぱりいうものなんで、長期のメンテナンスコストを考えるとすごく有利になりますね、はい、なるほど。耐久性はいいですよね。なるほど。レンガでやるとこういうアーチの施工も簡単ですもんね。そうですね、今までやっぱりレンガというかタイルで貼るとどうしてもあの木造の家屋にタイルを貼りましたっていう感じですけど、はい、レンガでやるとこの厚みを持たせたりね。なるほど。結構あの本物のレンガっぽく作ることを、はい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 、気をつけてます。なるほど。こちらがレンガですね。そう、スライスしたレンガですね。へガルバリウム鋼板のレールを一回貼りまして、はい、それにこのレールにこう引っ掛けていくという形ですね。だから接着剤なしでも剥がれてこないような構造になってます。そうなんですね。でネジをレンガネジを入れてあげて、はいはいはい、無機質の材料なんで、なるほど、レンガと同様に100年ぐらい持ってしまうと。ほうほうほう。レンガは施工したことないので、はい、ちょっとじゃあ中の方まで。こちら玄関があれ2つあるんですね。そうですね、これまた後ほど見ていただくと思うんですけど、はいはい、これは10年前に国交省の地域材料の展示場ということでですね、はい、補助金を受けました。あ、なるほど。その時のコンセプトがやはり長期有料住宅でどうやって100年持たせるかという、はいはいはい、コンセプトだったんですね。その時、まあ、いろんな使い方があって将来的にはこの建物を2つに割って貸したり、親子で住んだりということも可能だという、ほう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 、ことを想定して玄関を2つ。なるほどね。片方はドアで片方は引き戸という。あ、なるほどなるほど。こっちが引き戸なんですね。使い勝手を見てもらえない。なるほど。100年持つっていうのは、まあ、構造躯体が持つとかそういうことでもなくて100年間使えるっていうイメージで。そうですね、玄関も2つにして、まあ、世帯がゆくゆく分かれれば。そうですね、あの 2世帯3世帯が住めるように玄関も2つ作ってっていう、ね、そういうことですね。ソフトウェア的に100年持たせる。なるほどなるほど。ほうほうほう。そういうコンセプトで建てられた。じゃあ中すいません、はい、お邪魔します。こちらはでもしっかり手すりも完備ですね。飾り棚と取って、こういうのは結構使われるんですか。そうですね、ニッチ比較的、はい、端材を有効利用するという意味で。なるほどなるほど。使ってたりします。こちらがさっきと違う玄関から入ってくるとこうなるわけですね。そうですね。お邪魔します。普段はこちらが打ち合わせ室で使われていると。そうですね、いうようなイメージですかね。まあ、お客さんが多い場合はこちらと。はい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 。で、まあ、普通2人ぐらいの場合は反対側のテーブル席で打ち合わせをして。あ、なるほど。床は何を使われてるんですか。これはスウェーデンのパインですね、赤松。パインで。これが24ミリですね。はいはいはい。10年経ってますけど、はい、綺麗。白いですよね。綺麗ですよね、はい、これはセンターに階段があるって感じですね、うん、こちらが
一つの、まあ、今はこういう応接室みたいな形になってますけども、将来的にはリビングでも使えるようにっていうコンセプトで、はい、まあ、ちっちゃいですけど LDK になるようにっていうふうに形で作ってるって感じですね。この奥が収納になってるんですね。壁厚を利用した収納なんですけど、はい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 、なるほど、お、何か出てきますね、これ。お、壁厚を使ったニッチなんですね。そうですね、まあ、外張り断熱なんで、あ、なるほど、壁中は基本的には入れなくても断熱は確保している。なるほど、なるほど。やっぱり今こちらが築10年になってくると、ね、はい、まあ、佐藤さんのうちだいぶ高気密高断熱を突き詰めてるんで、だいぶ仕様も変わってきてますかね。変わってきてますね先ほどちょっと ね奥様ともお話をしたんですけど、この玄関動画懐かしいよねっていう話をこちらがね、この玄関動画も通風のね、風が通すことができる玄関ドアって結構一時期流行りましたよね。そうですね、風を通るんで抜けるよっつって、サーモカメラで見ると強烈になるほど、今はもう全然やっぱこの辺は使わないですかね。そうですね、使えないようになりましたね。水回りの、もうこちら一応まあ水回り想定で、こちらキッチンとダイニングつけてて、こちら一応まあお風呂と洗面所っていう使い方をできるような窓になっているところですね。あ、おトイレもこちらですね。ワンルームです。本当ですね。ございます。で、こちらが一応まあキッチンという想定で作っているところですね。キッチンはお客さんはどこのメーカーを使われるとかってありますか？今は宝を推奨してます。あ、そうなんですね。はい、ホーロー結構人気ですもんね。こちらがダイニングリビングですね。ここにもこれレンガが貼ってあるということは、そこは将来そこにストーブを置きたいですね。ですね、だから貫通部の煙突だけは入れてあります。メガネ石と、なるほどなるほど、ここね、下タイルが準備してるってことですね。そうですね、なるほどね。でここがドーンと吹き抜けてる空間ですね。じゃあ2階を案内してもらってよろしいでしょうか。はいはい、2階が階段上がって、はい、子供部屋という想定の、今でしたらこちらが子供部屋という想定と、こちらが寝室という想定で使われているわけですね。あ、広いですね。これで何畳ぐらいあるんですかね。12畳、ゆったりとってますね。あ、ここも壁厚を使った、外断熱だからできる技ですね。こちらちょっと書斎になるように、そうですね、勉強部屋と。今回のお家の間取りっていうのが、まあ、将来的なこの3世帯2世帯になれるようにことで、はい、もう完全真ん中で同じような形の間取りができるような、基本的にシンメトリーで考えてますね。構造でシンメトリーな間取りになってるってことですね。はい、はいはい、すごいです。天井はこれは何を貼っていらっしゃるんですか。これはヒノキですね。ヒノキで、はい、こちらでもイギルの、本当に東西の節のあるやつ使ってます。これはでもイギル乗ってますね。いい味わいが出てます。こちらの2階の床は、これはウッドワンのピノガス、ピノガスを使ってらっしゃる。綺麗ですね。あちらは栃木の杉を使っていただきます。この歩いた時のこの感覚の違いを味わっていただこうと。
モデルハウスならではでこうできることですね、これ使い分けるっていうのは。ああ、こっちもでも赤みが出て、いい色になってますね。一応こちらが寝室使いという形の想定で、ここで使われている窓は何を使っていらっしゃるんですか？こちら半分は APW の330ですね、はい、こちらは330、はい、ですね、10年前なので、10年前で330発売されてないギリギリの時ですね、はい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 、あと 2,3 ヶ月すれば発売するかというような状況です。最先端ですねモデルなんでね。なるほど、はい、なかなか10年前に330って言ったらなかなか珍しいですもんね。なるほど。今は普段はよく何を窓は使っていらっしゃるんですか？今も330と430。なるほど。あの栗原という会社で K ウィンドウ。あ、K ウィンドウ。はい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 。なるほど。こだわってますね。今空調はどういった形でされてるんですか？まあ、夏はこの2階のエアコン1台ですね。はい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 。延べ床がここ40坪。なるほど。これ 2.8 キロのエアコン1台。はい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 。26度キープしてます。なるほど、全然涼しいですもんね、これ自体でも、ね、やっぱり性能がいいと全然違いますよね。今佐藤さんが建てていらっしゃるでもお家はもっと高性能ですよね。今 2.2 キロでいけますね、はい、そうですよね。寝室としてここを閉めることによって、あ、なるほど、保湿感がだいぶ出てきます。ピッチリ締めることができるわけですね、はい、なるほど。一応ちゃんと個室もなるように。一応個室にはなります。なるほどなるほど。ただ寝るまで開けとかないとエアコンが、なるほどなるほど、はい、個室もちゃんとできるってことですね、まあ、こういうコンセプト で将来的にまあその世帯を分けるだったりとかっていうことであれば、ここですね、ここに真ん中に吹き抜けがあるので、ここに階段をつけて真ん中で完全にこう仕切れるってことですね。そうですね、快適にしておいては問題です、はいはいはい、既存の壁はもう快適にしてますので、はいはい、ここで閉めれるのは珍しいですよね。で壁にした時どうなるかっていうのちょっとシミュレーションも兼ねて、はい、縦型ブラインドでなるほどなるほど。で階段を向こうに新たに付け直せばそういうこともできるってことですね。下も閉めれるということで、すごい、まあ、家がね、家自体が長持ちするんじゃなくて中もうまく使えるようなこういう間取りのコンセプトっていうのも結構大事ですよね。最終的にはよく、まあよく言う、最近もねよく言うんですけど、最終的には誰が住むのかっていうところで考えるとっていうことも、もう10年ぐらい前から考えられてきちっとされてるってことですよね。いいですね。はい、ありがとうございます。皆さんこう杉が気持ちいいって言って、あの寝室とかでやっぱ杉使われる方多くて、ね、はい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 、やっぱこういう柔らかい素材は足腰にもいいし、香りがやっぱしいいです。木の匂い結構残りますもん ね。結構勧められてるんですか、杉も？選択肢としてはあのやっぱ勧めてますね。なるほど。これやっぱ節が結構ありますけど、はい、まあ、選ばれるのは結構拳程度のもの。なるほど。あ、そうなんですね。結構この節も好き好き分かれますよね。全然気にならないですっていう方と、はい、あ、これが逆にいいですっていう方とね、ちょっとありがとうございます。はい、そしたらすいません、今日どうもありがとうございました。こちらのモデルハウスっていうのは、佐藤さんのところのホームページからご予約していただくと見てもらうことができるということで、いいですかね、はい、ありがとうございます。そしたらこの動画の概要欄ですね、佐藤さんのところの会社のホームページ、貼っておきますので、あのご興味ある方ですね、一度見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、そしたら今回は以上になります。この動画を見てですね、またあ、ここどうなってるのとかですね、ここちょっともう少し見たいとか、もしそういったご要望があればですね、またご連絡、あのコメントいただけたら幸いですのでよろしくお願いいたします。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 OK です。素晴らしいですね。上も収納になってるんですね。そうですね、はい、断熱は屋根断熱ですか？屋根断熱なので、まあ、結構
使えます。屋根断熱が多いですね。